2 0 2系2 0 2 2 0 1系2 0 1阪神201.202系電車は、阪神電気鉄道が所有する鉄道車両で、旧性能の小型車を改造した、事業用の電動化車である151計画、形式が、老朽化したことに伴い、1980年代半ばに、新造の車体と廃車となった初期の高性能車の、電装品を組み合わせて製造された。 事業用電動化車である。このグループは装備品や携帯の違いによって形式が分かれるほか、同時期に製造された救援車の110型も存在する。小型車の1121.1141型を改造した釣りがかり駆動車である151.1545を代替する無害式の電動化車として1986年に201。 K201.202K202 の2両が、向こう側車両工業で製造された。車体長は17.8メートル、車体幅は2.74メートルとなり、荷台の最大積載荷重は15トンである。201の大阪側と202の神戸側に、全室運転台と作業員用の座席を設け、それぞれ反対側の運転台は、半室のボックス型となっている。 パンタグラフは、全室運転台側に、新品の下枠交差式のものを搭載した。202の荷台には2トン電動ホイストを装備しており、大阪側、神戸側に1台ずつ設置している。微灯は、全室運転台側は腰部に、半室運転台側は、台枠部分に2つ取り付けられているほか、ヘッドライトは、双方の運転台とも盛り寄せ16灯、LED2 灯である。 二台側面には、大型資材積載時の落下防止に備えて、側板設置用のステーが設けられており、使用時は、側板がはめ込まれる。台車は 3301K の廃車発生品で、1986年4月に、廃車となった3302.3303より、流用の住友金属工業製 FS-206 を装着した。駆動方式は、 直角カルダン駆動で、主電動機は1時間定格出力 60kW の、東芝製 SE-516、制御方式は抵抗制御、主制御機は 3521K の 3000K の、改造に伴う発生品を改造したアブフム -64 から 15MA 改め、ブレーキ装置は、HSC 電磁直通ブレーキである。補助機器は、電動発電機は、 MG-207S を空気圧縮機は M-20D を搭載、連結機はバンドン式密着連結機である。連結機の上には工事車両牽引用の簡易連結機の受けが取り付けられている。202補線等の工事用が主体であり、枕木などの小型資材の運搬、液用のエスカレータートラスなど重量物の搬送、レール運搬車の牽引にも使用されている。 日中は、天が崎車庫の21番線に留置されており、運搬作業は夜間に行われる。201、202とも一両単独での走行が可能で、あるが、万が一の故障に備え、一両で対応可能な作業でも、常時二両で運用されている。通常は、全室運転台側が、先頭に出るよう蘇生されているが、作業内容次第で、ボックス型側が、 戦闘に出る場合もある。1990年には、部品共通化のため台車と、主電動機が乾燥された。台車は、平行カルダン方式の FS-341 で、付随車用の FS-341T を、電装化して乾燥している。主電動機は、東洋電気製造性の TDK-818A となった。同時に、 一色も当初の園児色から、ジェットカーと同じウルトラマリンブルーに変更されている。2017年4月1日現在、未了とも在籍している。110小型車1 1 4 1系1 1 4 5号から改造された、旧性能救援車の153型153号は、半身で最後まで残った、旧小型車となっていた。 この153号の老朽化に伴う代替として、1987年に、救援車として110系110号が、向川車両工業で製造された。153号は、自走可能な電動車であったが、110型は自社に、動力を持たない、制御下車として製造された。なお、110という車号は、 初代の有害電動貨車である101型から数えると4代目になる。2代目以降の110号はいずれも救援車である。車体長は17.7メートル、車体幅は2.74メートルで、両運転台の切り妻車体となっている。前面中央部に貫通扉を設け、側面には片側2カ所に2メートル幅の機材、搬出入用引き戸を設けたほか、固定窓を、 片側2箇所に設けた。車内には155型と同様に荷物棚を置くなどして、救援資材を積み込んでいるほか、車内にホイストを取り付けている。屋根にはグローブ型ベンチレーターが2つ搭載されている。塗装は、心臓時より、ジェットカーのウルトラマリングルーがベースとなり、つまには赤同車のバーミリオンの帯が配された。台車は、 直角カルダン方式の FS-206 を伝送解除した FS-206T であったが、後年になり FS341 台車に換装された。ブレーキ装置は営業者との並結を考慮して HSC 電磁直通ブレーキを採用。連結機はバンドン式密着連結機である。110は天が崎車庫に常駐しており、 車庫の22番線に流出される。緊急時以外は車庫に流出されたままのため、自社には動力を持たず、出動時は電動車と連結して現場に向かう。併結する車両は HSC ブレーキの在来車となっており、末期は在来車の廃車により併結可能な営業車は7861.7961型のみとされていた。 検査出場時等の試運転で日中の西大阪線を走ることもあったが、阪神南波線の開業後は営業列車の増発で試運転列車の設定が困難となり、以後は天がさ車庫内の校内試運転に変更された。2017年12月1日付で廃車となり解体された。ありがとうございます。